虫歯治療した頭、そのクラウンの下が虫歯になってて、でその治療していただいてクラウンを はめ替えられたで今日これ見るか、上の歯ですけど、まあ、こうなってるもんで、これにこうかぶせるわけですね。これかぶせる、それでどこまで何が直せるかっていうことですね。ちょっと今日体調子悪い、あれです。しんどい、しんどい、しんどい、頭が痛い、ずっとする、はい、わかりました。背筋がちゃんと伸びようと思ったら、肩甲骨と骨盤がちゃんとしないと、ちょうどこう背骨が上が肩甲骨で下骨盤なんで、これがしっかりしないと伸びようと伸びない。仮に伸ばしたとしても、ここがくるっとるとまた曲がってくるんで、でそういうのが結局内臓とかにも響いてくるから、ちょっとこの辺が調子悪いでしょ。はい、うん。そういうことなんですよ。ちょっと違うかな。で、手引きますね。まず肩甲骨の状態を見ますね。痛い、なんか嫌やなと上がりたくないなっていう、そういう感じでね。いっぱいいっぱい。あ、お願いします。あれです。ことはやばいですね。はい、だからまあやっぱり肩甲骨はこの右がちょっと痛んのかなって、そんな感じしますね。はい、寝てみましょう。はい、今度は骨盤いきます。腰も痛い。腰も痛いの？いきます。内斜視鏡でまず足上げますよ。これは仙腸関節下に見ますけど。痛いですか？これ痛い。腰がね、ここの辺が。それも痛い。足は気持ちいい。まあ、85度ぐらい上がりますね。こっち上がりますよ。こっちは体温上がりますね。これ痛くない？痛くない。痛くない。いいですよ。ちょっと降りますね。これ痛いですか？腰が痛い。腰痛い。手を倒します。これは、これ大丈夫。はい。これどうですか？大丈夫。はい。こっち倒します。これは、大丈夫。はい。結構、砂もくも見てください。形として作っただけで、これを今からその人の体に合った形に変えないとね。まだ神谷さんには見ません。これまあまあこうぐらい硬さやと分かるんだけど、これ押さえておきな、ね、これ例えばここ押さえるじゃないですか、はい、これちょっと緩むんだよ。こっち触るじゃないですか。こっち硬いでしょ、うん、こっちがちょっと緩むわけよね。緩む。外こっち。大丈夫な。だから ここの部分がちょっと緩むわけです。この方がこっち。これもちょっと緩むわけです。それをまず緩まないようにするわけです。緩むのは何でなんですか？あ、体が嫌がっとる。嫌がっとる。力が入らないです。そう、入らない。意識してないんですけど。うん、体がね、嫌がっとる。あ、なんかこうやった方がちょっと、はい、あなたでやったのか、はい、どこにやってあなたは来てるの、こっち、ここを倒るんですか、倒るんですか、はい、こっち、降りるんですか、はい、こっち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 、これ開かない、開かないです。わかる、はい、力入ります。こういう形でも出てる、大丈夫です。今の現象が出ないように、そもそも先ほどその、うん、転がって肩が硬いとか見られたのは何でなんですか？だからそれは今体のね、はい、まあちょっと性格的になるけど、はい、ちょっと体の不調があると、まあ、本人しんどい言うてほしい、はい、そういうの、例えばこう楽になれば体が柔らかになってる。見れた後がね、違う。そうです。どこの方から見てもこう、閉まるように、こういうふうに見る。まだ壁とか見てないからね、はっきり言ってね。で、まあこれ、大体できてきましたんで、どう？長かった。はい、はい。じゃあ、もう一回ベッド行こう。はい。つけてないからね。だいたい重複なんだ。いるよ。
面白いね。びっくりする毎回ね。つけてないんやけどね。つけてないけど、もうあれが入ると思ってるからね。いや、まあ、あそこ今日はね、一応このね。削ったら、どうですか？形を変えたら。これ今もう、これ、あの、ほら、ちょっとあるでしょ。もう嫌がってない。おかしいよね。もう嫌がってない。あれは寝てください。さあ、まあ、腰の方どうなったでしょうか。これでまあ一応入れる前の状態はできた。でこれで今から入れて噛み合わせとか調べていいかな。まだ入れてない。先生、これを削って、肩と腰が動くようになったっていうのは、どういう、なんか考え方？だから、ここからこういう波動が出るの。ノーマル波動が。はい、で例えば、この人嫌やと痛いのがしんどいと。だからこれがマイナス10、うちだったらまあプラマイゼロなんだけど、調子悪いからマイナス10の波動出てたらするじゃん。だからここからプラス10の波動を与える。しまらなければいい。プラス10の波動。そしたらここのマイナス10、プラス10で干渉し合ってゼロになる。だからこうやってやっとくときにプラス1、プラス2ってなってくるからだん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 こちら楽になってきたって。今そういうことですね。マジだからね。これね、まだだいぶ高いんで、今からちょっと削って合わせますね。バグにして。調整したんで、だいぶ形が変わりましたんで、ここで一回検討します。え、まだ変わるよ。どんな感じ？ラブラブなどうだ？肩だっていうか、中の流れがちょっと変わった。内臓かけたな。こうやって入れることによって、このさっきの波動と違う波動になってくるね。まあ、ちょっと三角の部分です。抜いて。で、抜いて。はい。こっちからね。ダメ。ちょっとしてくださらない。大丈夫。やらばいいんですか？やらばいいんですか？後ろ、外に。開ける。本当はこの、なんて本当にやつって、この前だって、あの、なんていうの、だけどこれ、さらにこれ、奥は、ここの方、こういう具合に、こうな、こう、はい、曲げて、ほら、これ、おぉ、持っておくでしょ、これは大体最初に出てきたんで、これを入れました。で、楽にして。で、これ、あ、そう、そうなんですか。中間にも何かね。はい、入れてください。
大体これが最終形ですよね。よし、行くよ。おぉ、うん、すごいね。うん、そうね。なんかこう、ま、曲がるんですよね。なんともないね。なんともないね。これもちょっと痛かったな、さっきな。もう出てない。今入れて。OK ですね。ちょっとこれ寝てるのすごいけどね、ゴムですね。で、さっきのあれですかね、はい、こういう中からこうウィングでその本人に合ったやつを選ぶわけです。他にも、今たちはセメント入れましたけど、セメントでもこんだけいろんな種類があって、うん、これは根っこの治療するセメント、うん、いっぱいあるわけです。その中から自分に合ったやつを選ぶわけです。これが入れ歯の色ね、あったりする。だからこっち見てるようにセメントばっかりやね。こんなことない、たくさん初の力ではその人に合ったやつを選ぶ。またらこのまま用意しないとできないですね。逆に合ってないやつが歯の中に入ると、さっきやってはったみたいな、あのちょっとこう全身の体の症状っていうんですか、具合が悪くなるみたいな。あ、もうもちろんそれはそうですよ。合ってないものを入れたら、その合ってないものから悪い波動が出るわけだから、はい、そうすると健康な波動が出たのに、それを悪い波動が打ち消しちゃってさらに悪くなってしまう可能性は十分ある、うん、まあ、もっとよく言うと、例えばこう昔から言ってるのが、こういう例えばここが心臓が悪かったら、この辺のこう空間が乱れるってね、オーラとかあるって言われてる、はい、うん、だからこの辺が乱れてるわけですね。ここにもくっつけて直していく。体を治すというよりも、最終的には体を治すんだけど、体を治すというよりも、その体の周りね、空間をバッチのとフィールド、フィールドを整えるための治療をしてるっていう方が正しいかもしれない。そうですよ。だから、例えばここの波動が悪くて、こ本来こうなっとるはずのものがこうなったりするでしょ。これと共鳴する歯があるんですよ、どっかに。一緒にこうやって共鳴してるわけです。これであかんなと。で、こっちの歯をいじることによって、あと、これがあかん歯だとすると、こっちの歯と共鳴してるんで、この歯をこう、こういう具合に波動に変えると、こっちもこうなりだす。ちょっとこの波動が変わろうと。それはいいんですよ。そのこう動いてるのを 見るっていうのは見えない、見えない、見えない。感じることができる。フィールドを整えるっていうのはどういうことかというと、その、まあ、病気がね、あったらね、まあ、例えばプールで歩けっていうようなんですよ。プールで水張った歩けて歩くじゃないですか。歩くときはプールだとウォーキングしにくいでしょ、はい、不自由なんですよ。だけど今の生理学的なものだと、その不自由なものに対して例えば筋トレしたり装具つけて一気にガーッとこうやってやるわけです。だけどそのせんだって水抜きは治る。水抜きは別に本人何もしたらんだって楽に歩けてなる。確かに、うん、その努力もいらない、はい、うん、そういうことを考えたり、空間の場の治療、そういうことです。そこで大体瓶揃ったと、これでも楽なんですけど、まだ合ってない感じがあるわけですよ。ちょっと待って、カチカチして。全体の噛み合いまだ見てないもんだから、こういう状態も普通に片方らしいで、今合わせてる、響き合わせてるから、もう全然動かないですよ、僕は何回やったとこれ。押しても動かない。そうなんで動かないですよ、ガッチリしてます。ほら、口開けてね、カチン。音立てると壊れるわけです。これが何かって言って、その、噛み合いのこのポーンという、その振動がね、まだ合い切ってない。何も落ちてんかったらあったんだけど、ポーンってやった時に、ブレるんですよ。ちょっと、どうしてみようかって言われて、ブレたんだろう。今、僕、パタフラしてない。やれとるから、同じ力で押したら分かんない、ちょっと少し。いや、そうなんですよ。こうやってやったら絶対こけへんやろ。いや、大丈夫です。大丈夫、こける気がせえへんやろ、はいはい、口開けて、はい、カチン。ほら、すごいね。わかる。
うん、はい、はい、どうぞどうぞ。これを直してもらうから。あたしも変えて。だからあの例えばこう音なんだけど、例えばこうなんて黒板集めてギャーってのは嫌でしょ。ああいう音がこっから出とったらどうなるかってことです。これがずっとずっともうご飯食べるためにその音が出とったら嫌になるじゃないですか。うん、それと一緒。うん、でこれはこけないですよね今ね。で今こっちに。これかますでしょ、うん、そうすると揺れ出すわけね、うん、だからどこのこっちに嫌な方があるの、それをちょっと絞っていくわけです。ここじゃないね、ここですね。この部分はここで立ち上げて OK、早く行く。今これは押しまっとるね。なんでここ当たった場所にこれ叩くと閉まらない。だからこっちなんか上なの。トントンと。こう開くよ。そこが当たりが弱いから、この当たり緩めるわけ。ちょっと緩めるわ。はい、よし。あ、それでね、これね、次ね、カチカチして。音変わったかな。音ちょっと変わりましたね。あ、じゃあもう一回、ちょっと。はい。あ、あとは何でした。はい、こっち。はい。どうか、違う感じですね。はい。はい、口開けて、カチン。ほら。なったよ。違うでしょ。音も変わった。あと分かるでしょ。うんうん、だからそれで、まあ、要するにさっき言ったみたいに積み上げたような音が、自分にとって気持ちのいい音に変わる。そうすると脳機能がまた活性化してる、うん。もうだいぶ楽になった。あ、なった。あの、何、さっきしんどかった、なった。なった。消化もできるようなことになりましたかね。多分内臓が良くなると思うよ。背骨も全部治ってたから。あ、そっか。うん、はい、お疲れ様でございました。ありがとうございました。Thank you.